どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日はこちら、第3回トランペットで曲名当てクイズというわけで、早くも第3回目となりました。こちらのトランペットで曲名当てクイズ、これからはテーマに沿った5曲をトランペットで同時に演奏し、視聴者の皆さんにその曲名を当てていただこうという企画でございます。第1回目はアニソン、第2回目はスタジオジブリとやってきまして、今回第3回目のテーマは映画音楽です。映画音楽って名曲が多いので、5曲に絞るのめちゃくちゃ苦労したんですけど、ゲーム感覚で耳のトレーニングとしてぜひチャレンジしてみてください。ぜひコメント欄に回答していただけると嬉しいです。それでは参りましょう、レッツゴー。
て、いかがだったでしょうか。全問正解できた人は素晴らしい耳の持ち主ですね。曲が分かっても、これ何の映画だったっけって必死に思い出そうとするので、耳だけじゃなく頭の運動にもいいかもしれません。この企画なんやかんやで続いておりますので、また次回をお楽しみに。でね、このクイズの問題にも出てきていたサウンドオブミュージックのマイフェイバリットシングスなんですけども、この秋に開催いたします私のバースデーライブで、朗読付きのサウンドオブミュージック全編をお送りさせていただくことになりました。サウンドオブミュージックの中の名曲の一つといえばマイフェイバリットシングスですよね。もともと私誕生日が4月なんですけど、4月に予定していたコンサートがコロナの影響で延期になっていたんですよね。で、この度ちょうど半年後の10月25日日曜日に赤坂にありますクラシックライブハウスカーサクラシカさんにて再度チャレンジさせていただくことになりました。今回は予防対策をしながらのコンサート開催となりますので、人数が限定されてしまうんですが、もしよければ実際にはミアンに会いに来てください。詳細は説明欄の方に書いておきますので、ぜひご覧ください。久々のコンサートなのでとっても楽しみです。ぜひ来てくださいね。この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。その他各種 SNS、Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。